はい、どうも、かずきです。それでは元気に、くまかぶ散歩、行ってみよう。ご機嫌いかが、いい感じ。お腹がいっぱい、コロコロしちゃうな。はい、始まりました。皆様どうもいや山と本当この青空いいですね。てか後ろの車行かせます。山と青空、素敵な青空をお送りいたしてますね。はい、前回は服装の話だけど、まあこんな服装おしゃれに詳しいわけじゃないんで、あんまりおしゃれ服装に関してはあんまり語れないかばたんでございましたけどね。もうね、クロスカブちゃんのカスタムについてなんですけどね、もうなんかやっとこがないっていうか、なんかもうつけてえなっていうパーツがないんですよね。ある程度これさ、なんつうのこれ、ハンドルガードみたいなやつとシールドとね、こういうブレーキレバーとかマスターシリンダーカバーとかさ、こういうパーパスバー、なんか物触ってるよパーパスバーとかさ、あと USB も2つついてるし、もはやこのセンターキャリアいらないよいらないかな、センターキャリア。別にここ荷物乗せる予定もない。このボディさ、無駄の時に蹴飛ばさないようにつけたような感じだけど、そういうような理由だからもうね、ないんだよねあとマフラー変えたでしょ、リアサス変えたでしょ、うん、あとはなんかパワーフィルターじゃねえ、なんか空気こ、あ、吸気率を上げ、よくさせるために竹川のリアクリのフィルター入れるか、それぐらいですね。やってみたいの、あ、フィルターぐらいかな、やってみたいの。まあ、安くはないんでね。まあ、見回るときやんなくてもいいかなって感じだったけど。まあ、一人で走ることは多いんでね。まあ、そんな感じになってますね、クロスカブちゃんもね。これで十分俺完成形なんだよ。もういじる必要ないな。あとは消耗品だけだと思ってやって。あとはマフラー開けっか開けないからじゃないですか。くらいじゃないですか。なんかこう、まあ、前も聞いたと思うけど、エンジンとかいじらず、何もいじ、電装系とか何もいじらず、こうなんかさ、つけたらいいよっていうパーツある。これペングとかさ、足のステップとかさ、あとグリップとか、なんか格好が良さげなやつがおすすめがあったら教えてください、皆さん。買うかどうかわかんないけど、なんかどういうのがかっこいいのかよくわかんなくて。グリップはもうこうへたれてきたら交換しようと思うけど、まあ、こんなものより十分っちゃ十分だったら効くなっていう話なんだけどねまさかさ、自分がさこんなに原付西にハマると思わなかったよね。全てはあのポンコツ女子ポンコちゃん俺の動画を結構前から見ててくれるっていう人は分かると思うんだけど、ポンコちゃんの影響、ポンコちゃんのレトロカブ乗ってから、まあちょっと自分の動画結構振り返るの時間かかるから、それは分かった、概要欄に載せてるけど、すげえヘタレ運転してたあれからですね、ちっちゃいの欲しくなったので、うまい感じに一台スーパーカブ、中華製の 110JA10ってやつを手に入れて、でその後もうハマってこのクロスカブ買ってね、今やダックスも買ったってダックスはカブじゃないですけどね、そうした結果ね、ハーレーはね1年3000キロも乗らないような状態になっちゃいましたまあハーレーのエンジンのためにはいいんですけどね、うん、まあ、そんな感じで僕のカブへの出会い、ハマった理由としては本当に楽すぎる、燃費が良すぎる、軽すぎる、どこでも走れる、十
渋滞を気にせず走れる。まあ 50cc はちょっときついから、やっぱそれ以上の排気量を選ぶといいんですよ。まあ買えるなら最新型買っといた方が壊れなくていいと思います。初心者は本当キャブチャージってよくわからない、俺もわからないんだよと。乗るたび調子違うんで、もういいやーなっちゃいました。そんなわけで今日はそんな話ですよ皆さん。ボビーにつかないですね、まだまだ罵倒ですから。この動画で終わりかもしれないし、撮るかもしれない、まだわかりませんだってな感じで、今日の動画はカスタムは終了かなっていうところです。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。ワニワニー、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。